ご紹介いたしましょう。日本演歌フォンの沢木龍さん、ご紹介いたします。最初に、ご紹介する曲は酒場という名の船着き場、この曲でスタートいたします。こんにちは、日本演歌フォンの沢木龍と申します。1曲目に、今亡き鈴木淳先生の曲で、酒場という名の船着き場を聴いていただきました。でですね、今日はもう皆様150人が歌われるということで、僕の後にね、まだ50人いるわけですから、もう皆さんも早くね、この野郎早く帰れとか思ってらっしゃる方もいると思います。次の歌聴きたいよとかね、思ってると思いますので、あんまり長い話はしたくないんですが、もう本当はですね、僕に青柳さんが5、6曲歌ってくれと言われたんですが、人数が増えたから2曲でいいよと、嬉しい次第でございます。それではですね、何曲かあったらポップスなんかもとか言われたんですけど、やはりね、皆様が知ってらっしゃる方の歌がいいかなと思いまして、私が選んだのは美空ひばりさんなんですが、
皆さん美空ひばりさんというとね、いろいろ歌われますので、皆さんがあまり歌わない曲をね、今日は選んでまいりました。美空ひばりさんのね、裏窓という曲を沢木流で聴いてみてください。さあ、それでは沢木流さん、裏窓をお届けいたします。雨の音を酒で心を騙して飲んでも今夜は酔えないわ。髪を優しくあなたは撫でて、どんな時でも笑わまう。今日のゲストお二人でございました。大きな拍手もう一度お願いいたしましょう。